今日は埼玉県富士見市立東中学校に来ています。囲碁部の皆さんは大会出場に向けて毎日励まし合いながら頑張っています。負けちゃいました。対局後は検討、ゆかり先生がみんなに分かりやすく解説してくれました。ありがとうございました。これからも囲碁を楽しんでくださいね。はい。今日は大場と急場の考え方をやりましょう。急場とは今すぐ打たないと相手に攻められてとっても苦労してしまう場所のこと。大場とは単純に陣地を増やしたり減らしたりする場所のことです。例えばこの局面で大場はこの辺り、急場はこの辺りになります。このように両方ある局面ではどちらを優先した方がいいでしょうか。急場。そう、正解。もしここでこちらに打ってしまうと逆にこのように打たれてこの3つがとっても不安定になってしまいます。というわけで急場と大場が両方あったらまず急場から打ちましょう。ちょっとここで待ってくれる？ゆきくん、どうしてここに打とうと思った？地を広げたかったから。そう、そういう風に考えがあって打つ手はすごくいいことね。ゆきくんがここに打った手では他にこう打ってこの黒の陣地をしっかりさせようという手、またこちらに打ち込んでここの白の陣地を荒らしてしまうという手が考えられました。このように中盤ではいろんな手が考えられます。ですから自分がどうしたいのかしっかり考えてから打つ手を決めましょう。この局面で黒番です。まいちゃんだったらどこに打ちたい？ここ。うん。どうしてそこに打ちたいと思った？黒の陣地を広げて白の陣地を邪魔したいから。うん、それも一つの考え方だね。この他にこちらに打ってここの黒の地をしっかりさせようという作戦、それからここに打って白が受けてきたらさらに広げてこの辺り一帯を黒っぽくさせようという作戦、これらが考えられます。このようにいろんな作戦があるときは自分に合った作戦を選んで打ちましょう。どうも、ゆきです。僕は日本棋院に来ています。今日はゆかり先生の出会いがあるというので見に来ました。プロになりたいなと思いました。今日はまいちゃんとゆきくんの真剣勝負です。お願いします。お願いします。白のこの手、これは少しブリ気味でした。実戦のこれもなかなかなんですが、もっと上手い手があります。それはここ当たりなんで逃げます。ここで伸びる。そうすると黒からここに打ってこの2つを取る手とこちらに打ってこの石を下駄にする手、これが見合いになっていたのでした。この時に白がこう打った手、実はこれが問題でした。黒からこう打つ狙いがあったんです。当たりだから継ぎますと黒にここに打たれて全体の白の目がなくなってしまいました。
ですから白はここで守っておく必要があったんです。負けました。ゆうきくんの中押し勝ちとなりました。今日で1年半続いたゴーゴー囲碁も最終回となりました。ずっと見てくれて本当にありがとうございました。この1年半の間、私はたくさんの囲碁を楽しむお友達の笑顔に出会うことができてとっても幸せでした。まいちゃんどうだった？いろんな人と対局していろんなことが学べて本当に楽しかったです。ゆきくんはどうだった？プロになってこの5番で有限の間で打つんだ。頑張ってね。これからも私たち3人はずっと囲碁を続けていきます。またいつかどこかでみんなと出会える日を心から楽しみにしています。それでは皆さん、さようなら。